これはなかなかの好カードですね。現在形のチームと、そして、そのチームとしての有終の美を飾るために組んでおります。有山加代子、倉垣翼。先日に関しまして、赤コーナー、中島さん、藤本さん、4番して、株式会社柳屋本店代表取締役、社長兼最高経営責任者、小池栄一郎様より、青コーナー、有山加代子、倉垣翼、4選手へ、株式会社柳屋本店執行役員、販売企画室室長、中村義正様より、激励の花束の贈呈です。両チームの豪華な花束が贈られます。本日のセミファイナル、株式会社柳屋本店創業400周年記念プレゼンツ、スペシャルチャリティータッグマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー172パウンド、倉垣翼。青コーナー勝利君、倉垣翼、ジェアティブショー OB ロード165パウンド、有山加代子。そして10人と2人のコーナーの世界戦まであとわずか。有山加代子、オレンジブロッサン。赤コーナー、インターナショナルリボンタッグチャンピオンチーム115パウンド、藤本つかさ。愛しのメモリシャンさんです。ベストフレンズ、藤本つかさ。130パウンド、中島ありさ。そしてそのパートナー、ベストフレンズ、中島ありさです。ベースフレンズ、ベースフレンズ、一時代を築いた春倉と、今年から始動しましたベストフレンズのタッグマッチでございます。本日は春倉としてのコスチューム揃えております。春山加代子、しあってる中島有沙、すごいですね。しかしやはり押したのは春山だ。体に目を合わせてロープまで押し込む、クリーンブレーク、いやではない。ここで藤本も入ってきた。藤本がゴルバター、あっという間に春山と倉垣を分断いたしました。青コーナーとニュートラルコーナーに上り、まずは中島が、そして藤本が場外プランチャー。先制したのはベストフレンズです。上手にご注意ください。お待ちください。やはりの一人いたします。倉垣と春山だ。
が大きな大きな2人が大暴れしております。不明な子を捕まえられました。中島理香と藤本司。いや違う、客席春山行け、椅子まで持ち出しました、春山です。暴れてますね。まあそれもそのはずです。これは春山太鼓、10月17日の、アイスリボン後楽園ホール大会でこの藤本司さん、中島有さん、ベストフレンチにインターナショナルリボン卓球を奪われております。日付アウトの、オレンジ発筆で保持しておりましたベルトだったんですが、残念ながらベルトを奪われたということでパートナーを変えて窮地の間柄であります。倉垣千尋さんに対して何タイトル戦ではございますが、ベストフレンチに出場を果たしたいと思います。ありがとうございます。この辺りから中島は反撃を見せてまいりました。腕を切るこの DDT から KT ドロップキックです。タッチを受けた藤本司がボディスラムを狙うんですけども、これは重いですからね。逆にボディスラムで叩きつけられてしまいます。回してサッカーボールキック、もう一発、これはパース。しかしすぐさま中島が入って顔面を飛ばす。この辺は連携を取れております。ベストフレンズです。そしてダブルのブロックキック。チームとしての経験値は断然ハルクラの方があるんですが、なんといってもベストフレンズ現在進行形、試合を重ねるたびに呼吸が合ってまいります。となった、あ春山に行こうとしているんですが、寺脇が藤本の動きを止めました。今度は春倉が藤本を孤立させダブルの攻撃、体を後ろのエルボーからエルボーブロック、さらにさらにさらに、ことでダブルのアルゼンチンだ。いやー、これ体が硬かったらもう瞬く間にギブアップでございます。よし、中島もアルゼンチンに捉えられてしまいました。有山高校クラウンス、ください、ダブルのアルゼンチン。さすがにパワーサップを炸裂させるとウエストブレンチンひとたまりもありません。ダブルアーム、対空実感が長い。後ろを持っていくのか、前に落とすのか、後ろか前か、後ろか前か、さあ四方に見せつけて前に落としました。ベースバスターホールに行く、カウント2、上に乗られるだけでもホールをクリアするのが大変です。さあスタミナ十分の倉垣翼が入ってまいりました。またしてもカーディアン、藤本司、体が硬かったら瞬く間にギブアップしてるところでしょう。押してくるぞ、ラリアット、力の逃げ場がない。バックドロップ、ひねりを加えております。ブリッジでなんとか跳ね乗せました。しかし危ないところ、追い込まれております。まだ前半戦ですが藤本が追い込まれている展開。たまらず中島有沙が入ってきてコーナー2段目に登る倉垣、ジャーマンでなんとか強引に持っていった。さあ流れを変えることができたか藤本が、うわー、ディフェンス蹴った藤本が足を痛める。それでも着地する、さて裏手を狙ったがそのまま、おー、これは中島がよく動きました。先ほどから中島がよく見ております。相手の隙を突いて入ってきて顔面への蹴り、
イルキックです。流れを変えることができるんでしょうか。まだタッチはしない。西田氏の低空ブロックキックを放って、そしてベストフレンズ、ここでタッチ。中島ありさが試合権利を持ち、 G コーナーのトップからミサイルキックです。バック取りました。投げるのか。慣れておりますが、春山隼人の引退ロードの中で経済人のリングに上がっております。よろしくリングが さあベストフレンズが分担したぞ。ハイスクバル、ハイスクバル、倉垣なんとか立ち上がるが、ここに待ち受けているのは同時ミサイルキック、挟み撃ちするようなミサイルキックをヒットさせました。ベストフレンズです。さすがインターナショナルリボンタック王者チーム、回を重ねるごとに、試合を重ねるごとに呼吸が合ってきております。おお、これは春山よく見ていた。コーナー上でのスタナ、なんとか古軍奮闘する藤本ですが、構わず倉垣はコーナーへ、しかしこれを肘鉄で落として、地獄の弾頭台のようにダブルフックスタップを炸裂させました。そしてもう一発ダイビングダブルフックスタップ、体を見せるように春山のカットに入りました。危ないところでした。クラッチ、しかしこの場面はベストフレンズが優位に試合を進めております。髪の毛を忘れたんですけど、しまくりからラリアットでやり返す。この辺は瞬発力がある倉垣翼、横からドロップキック、脇腹のあたりに炸裂させたでしょうか。藤本深さ、中島が戦えば藤本がよく見ております。そしてこれもよく見ている。あ、しかし両腕のラリアット、剛腕が炸裂する。なんだなんだなんだ、おーおーおお、1人で2人をバックドロップで持っていった。すごい、これはすごいぞ倉垣翼。さあ春山が出てまいりました。名優倉垣の頑張りに応えることができるか。残すところ2ヶ月となりました現役生活。今年の4月ですが、甲羅県を保育会からこの中島ありさを破る春山佳代子、 JRP ブサリ地区のベルトを奪取いたしました。しかしそのベルトをコマンドブリショーに奪われました。その時に引退を宣言、スタナーで繰り返す。しかし持っていく3発目、ジャーマンスープレックスホールド。中島も意地があります。中島のプロレスラー人生において欠かすことができない存在のこの春山佳代子、その引退の日までやり合います、やり合います。エルボーかわした、ラスキック、ラリアットをかわした中島。しかし追走する、どうするどうするどうする、スリングブレードを炸裂させたのは中島ありさだ。ランニングリー、トランスレーブのようなランニングリー。さあ倉垣はカットに入りますが、それを場外に持ち込みます。藤本司、藤本はこの場面中島に託しました。ああ、しかし復活です。倉垣司がコーナーに登った中島の動きを止めました。そしてそれを受けて春山が何に持っていく、なだれ式の、なんだ、なだれ式のパワースラムだ、なだれ式パワースラム。そこからスライディングラリアット、
ゴールに行く体を見せるが、カウント2。マリアムの体を跳ね抜けました。脚力で跳ね抜けた中島梨沙。しかし今のは相当効いております。動きが止まっております。なんとか藤本が行こうとするが、藤本も捕まった。そしてダブルのスタナー。あれくらのラリアット、これをかわされる。しかしよく見ていた、ダブルのトラスキック。そしてラリアットリーク上を縦横無尽に駆け抜けて、そしてラリアットを炸裂いたします。2人で担いでバックドロップ、腕を固定しておりました。受け身が取りづらいバックドロップ、ダウン状態の中島梨沙。セットしたのは倉垣翼、コーナーに上がるのは春山佳代子。お、倉垣もコーナーに上がったぞ。なんだなんだなんだ、ムーンサルトプレス、重爆ムーンサルト。そして春山は、うわー、ダイビングギロチンドロップ、まともに炸裂したが間に合いました、間に合いました。藤本司、しかし危ないところでした。中島梨沙、今のダイビングギロチンは相当えぐかった。またしてもダブルのバックドロップ。藤田氏のライアット、中島も返します。この辺は意地です。勝負は諦めておりません。さあ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 、ベストフレンドが丸め込みました。まだスリーカウントには至りません。しかし要求を置きます、春山佳代子と倉垣翼。押してやられてもやられても諦めない中島梨沙。さあ、金ハンマーが決まったが、これは藤本がカットというよりも攻撃だ。さあ、分からなくなってまいりました。肘をぶちかまします。よっしゃ、行くぞと気合い入れる中島梨沙。無尽蔵のスタミナです。これほど自分より大きい相手、でかい相手の技をまともに反発に食らいながら、まだ動けます中島梨沙。恐るべしスタミナ。ダルマ式ジャーマンスープス、ホールドしたがカウント2。エルボーから藤本が、ビーナスシュート。そしてさあ、これで、入らない、まだ入らない。ドラゴンスープレックスもカウント2だ。しかし藤本と比べ、左が場外へ。さあ、 BYD、 これで勝負が決まった。最後は変形ハーフネルソンスープレックスホールド DYD で3カウントダッシュ。まさに中島梨沙、執念の勝利、粘り勝ちです。いや、ものすごい粘り見ましたね今日は。本当にあれほど大型選手2人の技を食らいながら、ここまで粘れるという、ここが中島梨沙の恐ろしさです。そしてそれをフォローした藤本司、ベストフレンズ現在進行形のタッグチームが春倉を破りました。勝利者賞が贈られます、ベストフレンズ。
し、二人から見たらチャラチャラしてる二人に見えるかもしれないけど、でも歴史は作っていくものです。必ずハルクラを超えるタッグチームになりますので、安心して最後までさせてください。負けないようにっていうことは、ベストフレンズは400年続けるつもりなんでしょうか。すごいこと言いましたね、藤本さんね。400年後の中島あじさと藤本司、見てみたいものでございます。